はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、期間限定マップの超あやかし通り、こちらで超ガシャドクロ G を倒してコインをねゲットしました。でね、実際コインがどれぐらいの確率でゲットできるかというのをちょっと試してみました。まあこれはね、あくまで僕の場合で実施回数が少ないので、まあ参考程度に考えてください。まあね、今日25回ガシャドクロを倒してゲットしたのがこちら、おにぎりが10、紫コインが1枚、黄色コインが1枚、一つ星コインが1枚、オレンジコインが1枚、桃色コインが1枚、そしてスペシャルコインが1枚でした。どうなんでしょうね、みんなもこれぐらいの確率なんでしょうかね。まあ、結構ね、こうやって見ると、まあ、5回に1回ぐらいはコインがゲットできているので、まあ、結構ね確率はいいんじゃないかと思いますね。結構な確率でコインがゲットできるので、まあ、このガシアドクロ、まあ、結構ね期間限定ですけども倒して、まあ、コインをねたくさんゲットしてガシャを回すっていうのはありじゃないかなと思います。しかもねスペシャルコインが出たので、まあ、25回ので1回ですけども、これがちょっとみんなどうなんでしょうね、確率がいいのか悪いのかちょっと分かりませんけども、まあ、スペシャルコインは実はね僕これで2枚目なんですよね。だから結構いいかなと思いますね。スペシャルコインはね、まあ、S ランク妖怪出やすいということで非常に楽しみですね。この辺のガシャは、まあ、イベント期間の最終日に一気にね回していきたいと思います。その辺のね動画も上げたいと思いますので、ちょっと楽しみにしていてください。やっぱりこのガシャドクロを倒してね、この煙が出てきて、さあ何が出るかっていう時はね、なんかドキドキするよね。まあ、何も出ない時もあれば、おにぎりが出ることもあり、まあ、結構おにぎりの確率が多いんだよね。でまあごく稀にコインが出るみたいな感じですね。どうなんだろう、妖怪はね一応スネーク、アイテムドロップしやすくなる、あの青色のね、あの一番右端のあの妖怪を一応入れています。多分ね気休めぐらいだと思うんだけどね、多分あれがあるないでは多分おにぎりの確率が変わるぐらいで、まあ、スペシャルコインとかね、そのコインの確率はどうなんでしょうね。ちょっと僕もありなしで試してはいないのでちょっと分かりませんが、まあ、一応ねおまじない程度にスネークも入れています。どうなんだろう、なんか皆さんなんかおすすめのねこのコインゲットしやすくなる方法とかなんかありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。